撮影日は2021年10月10日日曜日です。飯田橋駅へやってきました。 JR 飯田橋駅前を眺めます。まあ、真新しい高層ビルや高層マンションが建ってました。 JR 飯田橋駅も真新しくなっていたようです。まあ、なってました、やってきたのは定食の丸大さん、最近、オープンした新店のお店ですね。まあ、今後横浜とか埼玉県とか武蔵小杉あたりにもお店ができるようです。でオープニングセールが結構お得なセールっていうか、メニューやってましたので、まあ、やってきたわけですね。まあ、メニューはこんな感じですね。定価だとちょっとやや高い印象が、まあ、ありますね。もう100円ぐらいそれぞれ安かったらいいんじゃないかなと思うんですね。で今回食べますのはワンコイン定食です。唐揚げ定食、海鮮丼が、この日、期間限定で半額セールをやっています。定食の丸大さん大衆食堂で期間限定ですね。10月4日開店なんで、まあ新しいですね。でソフトクリームも食べ放題です。でこの日食べるのが、海鮮丼900円が500円、4週連続で名物定食が、まあ、半額のセールをやってます。で普段はこういうのをやってるんですね。まあ、今期間限定セールの方を食べる お客さんが圧倒的に多いんですけどね。日替わりのメニューをやってて、まあそこまでは高くないですね。まあまずこのお店場所が一応都心ですからね。飯田橋、定食メニューなどなどがあります。まあ夜も昼もまあ基本は、値段は一緒なんですね。丼の部特上海鮮丼、オムライスとかあったりしますね。でそば、うどん、まあ天丼とかね。まあ定食屋さんですね、本当の。でライスおちょぼ100円とかね。まあそれなりに安いですね。まあおつまみとかアルコールで、ご飯を食べることもできるということですね。まあメニューこんな感じですね。まあこの日期間限定セールなのでもう食べるのはもう決まってます。はい。でアイスクリームついていきます。ソフトクリームがね、これが、ライス小盛りにした税込み450円の海鮮丼です。まあ半額なんでめちゃくちゃ安いですね。ただめちゃくちゃうまいわけではないですね。はい、ソフトクリームごちそうさまでした。